10月6日金曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となります。等圧線の間隔が狭く、特に北日本では強風や暴風に警戒が必要です。天気分布予想で確認していきましょう。北日本から北陸にかけては雨が降りやすい天気で、一時的な強まりに注意が必要です。また風が強く横殴りに降ることもあります。強風や暴風、高波に警戒してください。関東から西のエリアでは日差しが届くところが多くなります。では14時の予想気温も見ていきましょう。各地朝晩と昼間との体感差が大きくなりそうです。服装でうまく調節してお過ごしください。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。